ゆしま聖堂は、東京都文京区ゆしま一丁目にある史跡。江戸時代の元六三年、江戸幕府五大将軍、徳川綱吉によって建てられた孔子廟であり、後に、幕府直轄の学問所となった。JR 中央線のお茶の水駅西橋口から出て、西橋を渡り、右手の森の中にあり、日本の学校教育発祥の地の掲示がある。ゆしま天満宮と共に、年間を通して、 合格祈願のために参拝に来る受験生が訪れる。特に合格祈願の鉛筆を買って行く受験生の姿が多く見受けられる。国の史跡に指定されている、聖堂元昌平坂聖堂での博覧会、関東大震災で被災した吉間聖堂1690年、林羅山が、上野忍が、丘の指定内に建てた忍が丘聖堂、先生殿に代わる講師病を造営し、 将軍綱吉がこれを大聖殿と解消して自ら学の字を執筆した。またそれに付属する建物を含めて、聖堂と呼ぶように改めた。翌1691年2月7日に、審議の法線が行われて完成した。林家の学問所も当地に移転している。大聖院の建物は当初種塗りにして、青緑に彩色されていたと言われているが、その後たびたびの火災によって消失した上、 幕府の実学重視への転換の影響を受けて、再建も思うようにできないままに荒廃していった。その後、完成医学の金により、聖堂の役目も見直され、1797年理院下の私塾が林家の手を離れて、幕府直轄の昌平坂が訓問書となる。これは昌平公とも呼ばれる。昌平とは、孔師が生まれた村の名前で、そこからとって、孔師の諸説、 儒学を教える学校の名前とし、それがこの地の地名にもなった。これ以降、聖堂とは、湯島聖堂の中でも、大聖堂ののみを指すようになる。また、2年後の1799年には、長年荒廃していた湯島聖堂の大改築が、完成し、敷地面積は12000坪から16000坪、余りとなり、大聖堂の,の建物も、 ミトの孔子病に習い創建時の2.5倍規模の黒塗りの建物に改められた。この大聖殿は明治以降も残っていた。ここには多くの人材が集まったが、維新政府に引き継がれた後、1871年に閉鎖された。教育、研究機関としての小平座科学文書は、幕府天文方の流れを組む改正書、首都書の流れを組む医学書と合わせて、 後の東京大学へ連なる、系譜上に乗せることができるほか、この地に設立された東京市販学校や、東京女子市販学校の源流ともなった。また、敷地としての学問所の跡地は、そのほとんどが現在、東京医科しか大学湯島キャンパスとなっている。1872年3月10日から、大聖殿で、日本最初の博覧会、湯島聖堂博覧会が開催された。これが、 後の東京国立博物館の始まりである。明治以降、湯島聖堂の校内に、文部省、博物館、東京市範学校及びその附属学校、東京女子市範学校及びその付属学校が一時、同居していたことがある。後にそれぞれ、文部省は、霞が関に、国立博物館は、上野に、東京市範学校は、文京区大塚を経て、現在茨城県つくば市に、 東京市範学校の各附属学校は文京区大塚に、東京女子市範学校及びその附属学校は文京区大塚に移転した。1922年には敷地が国の史跡に指定されたが、翌1923年の関東大震災でいる、特門と水屋以外の建物が消失し、現在の大勢殿は伊藤中太設計、大林組志向により、 1935年に鉄筋コンクリート作りで再建されたものである。これは完成年間の旧姓をもとに再建したものである。湯島聖堂にある世界で一番高い講師像現在、湯島聖堂構内に飾られている世界最大の講師像は1975年に中華民国台北ライオンズクラブから寄贈されたものである。講師像のほか 孔子の皇帝たち、四建造が安置されている。大政殿は現在、土曜日曜、祝日のみ開放されており、見学可能である。公益上必要やむを得ない場合を除き、制度跡地の現状変更を許可しないものとして、1922年3月8日、敷地が国の史跡に指定された。指定名称は、湯島制度である。 1956年4月18日には文化財保護委員会により財団法人私分会が史跡の管理団体に指定された。1986年度より文化庁による建物の保存修理工事が行われ、1993年3月に竣工した。1970年代に日本テレビで放送されたドラマ最有機では、 湯島聖堂の大聖殿がロケ地となった。2006年にフジテレビでリメイクされた月給ドラマ、最有機のロケ地としても使用された。また、歌手の木村カエラのレベル42という曲のプロモーションビデオの撮影にも使われている。敷地内には珍しい貝の木がある。ちなみに JR お茶の水駅の上で神田川をまたぐ西橋は、 二つの聖堂を結ぶ橋であることからその名を得ている。2018年4月11日、敷地内の木製の看板が強風によって倒れ、隣の歩道を通っていた仮面上司の碇智香が看板の下敷きになり腰を骨折する事故が発生した。事故後、碇は病院で緊急手術を受け、約1ヶ月が経った5月7日、脊髄損傷による両下肢麻痺と診断されたため、 今後は車椅子での生活になることを本人のブログと仮面女子のツイッターにて報告した。合わせて、怒りは車椅子での自立した生活に向けてリハビリテーションに励んでいることを明かし、8月26日のライブにて復帰、そして9月25日に退院した。ありがとうございます。